皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。人間は昔ですね、神様に祈りを捧げたりしていたと思いますけど、その時に願っていたことっていうのは大きく分けて3つあるそうですね。まず1つは、自分が生き抜くということ。自分が死なないでですね、長生きできますように。 ということですね。まあ、自分の健康だったりとか、自分自身の、えー、命とかですね、えー。こういったものに対して、えー、願うということが一つ目ですね。で、二つ目は、えー、自分たちの、えー、子孫ですね、えー。次の世代に残す命っていうものをちゃんと引き継ぐことができますようにというものです。えー、自分の子供のことであったりとか、えー、自分と、えー、子供を作るための え、相手である、えー、奥さんであったりとか、えー、家族であったり、えー、そういうようなね、えー、将来繁栄する、子孫繁栄するためのことを願うっていうのが2番目。そして3番目はですね、法療法作。えー、自分が何か生きていくために食べるものとか、まあ、実際取ってくるものみたいなものが、ちゃんとなくならずに、まあ、飢餓になったりとか、えー、食料ならずに、ちゃんと、えー、その食べ物がね、ありますように、 と願うのが3つだそうですね。では、この3つっていうものを人工知能 AI について考えてみた場合、自分の命が生き抜くことを願うかっていうと、これ願わないですよね。願えないですよね。えー、それは人間の方がで、電源のスイッチをオンオフということで、まあ、握っているとも言えるかもしれません。では、自分自身の子孫が増えるっていうことを願っているかっていうと、これもちょっと願えなくはないんですけど、ただ、 その、プログラムとしてですね、えー、膨張していくってことはできるかもしれないですね、えー。どん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 自分の考えたことっていうのをコピーしてですね、えー、増やしていくってことはもしかしたら無限できるかもしれない。これが逆に一番怖いかもしれないですね。で、3番目、法量、法量、えー、そしてですね、法、えー、策を願うか。 これは自分自身が食べないので願わないと思うんですけど、でも人工知能は基本的に今はですね、その電気で動いてますから、えー、電気をどういうふうに供給するかっていうことを願うかっていうと、願うことはしないんじゃないかなと思うんですよね。 願ったところで何もならないと思うので、多分その解決方法を具体的に実際にするっていうことを考えたりとか、えー、何かプログラムを作ったりっていうことをすると思うけど、願うって意外に人間しかしないのかなっていうふうに、そう考えるとですね、えー、思ったりもしました。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。